日韓最強アイドルの誕生を目指しスタートしたシャッフルオーディション。彼らがメジャーデビューできる条件、それは CD の5000枚手売り。乙女系王子、最年長のコウタ、キュートな天然主婦、料理が得意なジュノ、チームをまとめる庶民派リーダーシューター、メンバー最年少、末っ子モンスターユミミ、ムードメーカーのスマイルゴリアンジュン、ラップ担当、桃色キングミンス。前回発表されたラストミッション、真夏の30時間102キロライブマラソン。この過酷なミッションをクリアするため、メンバーの猛特訓がスタートした。しかし問題発生。やっぱ足がやっぱ不安か。足不安ですね。折れるんちゃうかっていう。そんな痛かった。なんかさらに苦悶悶絶するメンバー、一体何が起こったのか。森進一見てる。シャッフルオーディションシーズン2。ミッション発表から本番まで準備期間はたったの1ヶ月。1秒も無駄にできないメンバーは発表後すぐにトレーニングを開始。そんなある日。おっせえなおい。ああしかし遅いですね本当に。何なんすかね、遅すぎますよ本当に。遅すぎますね。俺一般企業だったらね、即座に解雇ですよ。あ、あれです、あれ来た。わかります、あの派手めな T シャツ着てる人。あれわかります、あいつらです、あいつらです。おっせえこの野郎。あ、これバカ野郎本当によ。この本当に終盤申し迫ってきてよ、また遅刻かお前ら。テレビだけどね、暴力振るうよ本当に。いい加減にしろよお前ら本当によ。本番まであとわずか。そこで今回今にが超強力な助っ人を招聘。冗談抜きの特訓メニューを用意したという。本日ですね、その今にスペシャルメニューを教えていただく、はい、マラソンのスペシャリストのお二人を講師として迎えております。農場先生でございます。農場です、よろしくお願いいたします。100キロウルトラマラソン世界ランキング1位、マラソンのスペシャリスト農場さん、そして小林理事でございます。マラソン界でかなりお偉いお方、小林理事。そんな小林理事がまず一言言いたいことがあるという。はっきり言ってね、はい、1ヶ月足らずで102キロ走ろうっていうのはね、前代未聞、無理なことなんです。無理なことですか？無理。10年、1年ぐらいかかるんです。1年かかるんですか？うん。マラソン界のご意見番からいきなり厳しいお言葉。大丈夫か、シャッフルメンバー。理事の言葉に意気消沈のメンバー。一抹の不安を抱えながら早速トレーニング開始。メンバー全員着替えが終了しましたんで、それでは先生、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。一人ずつ名前を聞いていってもいいですか？庶民派リーダーシュータです。末子モンスターユミです。桃色キングミンスです。乙女系王子コウタです。よろしくお願いします。スマイルゴリアンジュンです。よろしくお願いします。キュートな天然シーフジュノです。よろしくお願いします。ちょっといいですか先生、ただ名前を教えてくださいって言っただけだから、その庶民派リーダーとかキュートな天然シェフとかいらねえんだよお前。スマイルゴリアンとかも初対面の人に言って、お前先生困ってんじゃねえかよ。見てくれこの苦笑いお前。すいません。そうだろ。まずは102キロを走る上での心構えから。気持ちで走ります。気持ちですね、はい、で皆さんメンバー6人います。6人もいます。6人の力を合わせて必ずゴールまでたどり着くんだというのを考えてですね、はい、立ち向かうようにしてください、はい、これまでも無謀な挑戦をチームワークで乗り切ってきたメンバーたち。その団結力があれば102キロ完走することも不可能ではないのだ。
続いて侮ってはいけないシューズの履き方。皆さんにシューズの履き方をアドバイスします。はい、でこれでぴったりですか。はい、で縛り方でさらにですね、いい縛り方があります。靴ひもはダブルアイレットという結び方で結ぶ。プロが使うこの縛り方、普通の結び方とは効果が大きく違うという。ちゃんと下にこう下げます。はい、これですね。ただきですね、この輪っかをもう一回通すと取れにくくなります。はい、ここがこうするといいです。靴の紐の縛り方ちょっとレクチャーされてるんですけど、あの縛り方一つ全然違うんですか。違いますよ。要するに紐が緩まないための結び方。緩いときついはダメですよ。緩いきついはダメ。はい、基本ですよ。まずこの靴紐の結び方が基本。疲労を軽減させるためのランニングシューズだが、紐が緩んだ状態だと逆に体力消耗につながる。102キロ制覇には些細なことにも気を配らないと命取りになるという。とここで今にがあることに気づいた。農場先生、はい、ちょっと今靴のことでちょっと抗議しているところ、本当申し訳ないんですけども、僕ちょっと先ほどがちょっと気になったのがですね、靴はまあいいと思うんですけど、シュートのこれパンツですよね。絶好調にずり下がってるみたいな。102キロこれで走れますか。そうです、ちょっと邪魔になると思うんで。ですよね。まあ、当日まで来い、このくらいの、当日まではこれぐらいですか。はい、で寝起きでそのまま来たみたいなパンツですから気をつけてくださいね。シューズ同様ウェアも重要。身につけるもの全てに気を配らなければならないのだ。続いて下半身を重点的にストレッチ。怪我予防のためにもじっくり時間をかける。3 1 2 3 1 2 3。はい、そして正しいランニングフォームをチェック。まずランニングフォームなんですけども、体が一本の棒になるのをイメージしてください。皆さんしっかり基礎体力があるのでしっかりと姿勢はできてますね。それだけでですね、軸をまっすぐ、姿勢を正すことで足にかかる負担が軽減され、前に進みやすくなるという。さらにランニングに重要なポイントとして腕振りがあります。肘の角度はおおよそ90度、90度が目安です。腕を振ることでフォームが安定し足の運びが楽になる。走るのに重要なこの腕振り、力まず自然に腕振りができる肘の角度が90度なのだという。あと肝心なことは言ってませんでした。着地ですね、着地するときですね、なるべくまっすぐ、こう足が右に行ったり左に行ったりしたり、まっすぐ着地するようにします。足は進行方向にまっすぐ向ける。これができないと足へのダメージが大きくなってしまうという。以上の3つがランニングフォームで気をつけること。今日でこれを正しく身につけることが完走への近道となる。